プロテイン C、オートプロースロンバンイヤは、酵素栓具体で、タンパク質分解を経て活性化されたプロテイン C は、人や他の動物において、高血液凝固作用、炎症、細胞死、血管の透過性の維持に重要な役割を果たす。APC は、主に活性化された大部因子と大エトイト因子を、タンパク質分解によって不活性化することで、これらの機能を果たす。 APC は、その活性部位に、セリン残機を含むため、セリンプロテアーゼに分類される。プロテイン C は、人では2番染色体のプロク遺伝子に行動される。酵素染具体系のプロテイン C は、結晶中を循環する、ビタミン系依存性等タンパク質であり、ジスルフィド結合で連結された経差と重差の2本の、ポリペプチド差から構成される。 プロテイン C 酵素栓具体は血液凝固に深く関わるタンパク質トロンビンに結合することで活性化される。活性化はトロンボモジュリンと血管内皮細胞プロテイン C 需要体の存在によって大きく促進される。エップクアは血管内皮細胞の細胞表面に発現しているため APC は主に血管内皮細胞の近傍に存在し、 血管内皮細胞と白血球に影響を与える。プロテイン C の重要な役割は、高血液凝固作用であり、プロテイン C の欠乏あるいは APC に対する抵抗性によって、危険な血栓の形成のリスクが増大する。組み換え型ヒト活性化プロテイン C 製剤は、ドロトレコギンアルファという名称で知られ、イーライリリーカンパニーによって、ザイグリスの商標名で開発。 販売された。しかし、その臨床使用へ向けた研究には大きな論争が伴っている。イーライ・リリーは重症肺血症や肺血症性ショックの患者に対する使用を促進する積極的な広告宣伝活動を行い、2004年のサバイビングセプシスキャンペーンのガイドラインを講演した。しかし2012年の国乱レビューでは、 生存率は改善されず出血リスクを増大させるため使用は推奨されないとされた。2011年10月、成人を対象とした知見で高い死亡率が見られたためザイグリスは市場から撤退した。人の体内でのプロテイン C の高血液凝固活性はセガーズラによって初めて記載され、そこではプロテイン C にはオートプロースロンバン 2A という名称が付けられていた。 プロテイン C は1976年にヨハン・ステムフロによって牛の結晶から初めて単理されビタミン系依存性タンパク質であることが明らかにされた。彼はデアエセフォローズを用いたイオン交換クロマトグラフィーにおいて3番目に溶出するピークに含まれるタンパク質であったためプロテイン C と名付けた。当時セガーズは凝結機能を測定する。 一般的な圧勢では検出されないビタミン系依存性凝固因子を探索しており、ステムフロが発見したタンパク質が自身の記載したものと同一であることを発見した。続いて APC が発見され、1977年には APC がダイバ因子を不活性化することが初めて認識された。1980年にビアトデイビは APC が ライバイバインの不活性化も行うことを発見し、その直後にウォーカーによってプロテイン S が APC のコファクターであることが示された。1982年グリフィンダによる家計分析によってプロテイン C 欠乏症と静脈血栓側栓症の症状との関係性が初めて示された。ホモ接合型のプロテイン C 欠乏症とその健康への重篤な影響がいくつかの グループによって1984年に記載された。プロテイン C の CDNA クローニングは1984年にベックマンらによって行われ、肝臓でのプロテイン C の産生を担う遺伝子領域のマッピングが行われた。1987年のテーラーらによる一連の研究によって APC は血液凝固障害を防ぎ、致死量の大腸菌 E コライを注入された皮膚の死を 防ぐ効果があることが示された。1993年、ダルベックらによって遺伝的要因による APC 抵抗性が発見され、家族性の血栓性素因との関係が示された。1994年に APC 抵抗性をもたらす変異としては、一般的なダイブインシライデン変異がバーティナ、らによって記載された。2年後、 グラドメインを除く APC の構造が2.8の分解能で明らかにされた。2001年には、プラウス試験が開始され、APC の注入によって、排血症の症状の多くが緩和され、排血症患者の致死率が大きく低下することが示された。その年の末には、組換え人 APC 製剤、ドロトレコギンアルファが、アメリカ食品医薬品局によって、 重症敗血症の治療に承認された最初の薬剤となった。しかし、2011年に成人を対象とした知見で高い死亡率が見られたため、市場から撤退した。2002年、プロテイン C がプロテアーゼ活性化需要体位置を活性化することを示す論文がサイエンス誌に発表され、このタンパク質による免疫系の調節機構である可能性がある。 プロテイン C は、人ではプロテイン C と命名された遺伝子にコードされている。ヒューゴ遺伝子命名法委員会によって承認された遺伝子シンボルはプロクである。プロク遺伝子は2番染色体に位置し、9つのエクソンから構成され、そのヌクレオチド配列の長さは約1万千円基である。人のプロテイン C はビタミン系依存性等タンパク質である。構造的には、 プロトロンビン、第7因子、第9因子、第 X 因子といった血液凝固に影響を与える他のビタミン系依存性タンパク質と類似している。プロテイン C の合成は肝臓で行われ32アミノ酸からなる N 末端のシグナルペプチドを含む一本鎖のタンパク質として合成される。プロテイン C はリス198と アーグ199のニペプチドの除去によって形成され、N? 結合型炭水化物で収縮された、重砂と、軽砂からなるヘテロに両体へと変化する。重砂と軽砂は、サイズ183と、サイズ319の間のジスルフィード結合によって、連結されている。合成直後の最初の線具体と成熟後のヘテロに、両体系の APC のドメイン構造不活性な、 線具体系プロテイン C は419アミノ酸からなり複数のドメインで構成される。グラドメイン、ヘリカル方向属セグメント、2つの EGF 様ドメイン、活性化ペプチド、トリプシン様セリンプロテアーゼドメインで構成される。K サはグラドメイン、EGF 様ドメイン、方向属セグメントを含む。重さはプロテアーゼドメインと活性化ペプチドを含む。 プロテイン C の85-90%はこの形の酵素潜具体として結晶中を循環し活性化に備えている。残りのプロテイン C 潜具体はわずかに変化した形態で存在する。プロテイン C の活性化はトロンビンによる重砂の N 末端から活性化ペプチドの切除によって行われる。プロテイン C の活性部位はセリンプロテアーゼに 典型的な触媒散々器を含む。プロテイン C の活性化はトロンボモジュリンとエップクアによって強く促進される。エップクアは主に血管内皮細胞に存在している。トロンボモジュリンの存在は活性化を数桁のオーダーで加速させ、エップクアは活性化を20倍加速する。これらの2つの因子のいずれも存在しない場合、マウスでは 過剰な血液凝固のため体性致死となる。内皮細胞では APC は血液凝固、炎症、細胞死の調節に主要な役割を果たす。トロンボモジュリンによる強力な活性化促進効果のため、プロテイン C はトロンビンではなく、トロンビントロンボモジュリンによって活性化されると言われることもある。活性型となった APC は、 エップクアに結合したままである場合もない場合もあり、エップクアとの親和性は、セング体と同程度である。セング体系のプロテイン C は、正常な成人の結晶中に 65-135IU デシリットルの濃度範囲で存在する。APC のレベルはこれよりも約2000倍低い。軽度のプロテイン C 結合症は 20IU デシリットル以上通常以下、 中等度の欠乏症は 120IU デシリットル、重症欠乏症は 1IU デシリットル以下、または不検出に相当する。プロテイン C の濃度は生後6ヶ月まで上昇を続け、平均 60IU デシリットルのレベルに達する。その後の小児期は低いままであり、思春期の後に成人のレベルに到達する。APC の半減期は約15分である。 APC の発現レベルと体内での活性は特定の化学反応によって制御されている。プロテイン C は多機能タンパク質で高血液凝固作用と細胞保護作用という二つの主要な機能が存在する。プロテイン C がどちらの機能を発揮するかは APC が活性化後もエップクアに結合したままであるかどうかに依存しており、高血液凝固作用は APC が エップクアに結合していない時に生じる。この場合、プロテイン C はダイバインシとダイバイバインシをタンパク質分解によって不可逆的に不活性化する高血液溶庫因子として機能し、それぞれ不活性なダイス因子とダイベオイ因子に変化させる。プロテイン C がエップクアに結合したままの場合は、APC はエフェクター機質でアルパールマイナス1に作用することで、 細胞保護効果を発揮する。APC の高血液凝固作用と細胞保護作用はある程度独立した現象であり、一方の経路の発現が他方の影響を受けることはない。プロテイン C の活性はトロンボモジュリンとエプックアのいずれかの現象によってダウンレギュレーションされる可能性がある。この調節は l 1タや t n k ァなどの炎症性サイトカインによって 行われている可能性がある。活性化された白血球は炎症時に炎症メディエーターを放出し、トロンボモジュリンとエップクアの双方の合成を阻害するとともに内皮細胞表面からのエップクアの切除を誘導する。これらの双方の作用がプロテイン C の活性をダウンレギュレーションする。トロンビンもエップクアのレベルに影響を与える。加えて、 抗酸球などの細胞から放出されるタンパク質もプロテイン C の活性化を阻害し、これは特発性抗酸球増加症候群による心疾患で見られる血栓症の発症機構である可能性がある。また、プロテイン C はプロテイン C インヒビターによっても阻害される。プロテイン C は血小板第4因子によってアップレギュレーションされる可能性がある。このサイトカインは プロテイン C のグラドメインとトロンボモジュリンのグリコサミノグリカンドメインとの間で静電的相互作用を形成し活性化反応の見返り指定数を低下させることによってプロテイン C の活性化を促進すると推測される血液凝固経路とプロテイン C による工業固形路プロテイン C は人体における高血液凝固機構の主要な構成要素であるプロテイン C は セリンプロテアーゼ栓具体であり APC となってダイバイン脂やダイバイバイン脂のペプチド結合の分解を行う。ダイバイン脂とダイバイバイン脂はトロンビンの酸性に関して強い凝固促進作用を持つコファクターで血液凝固における重要な要素である。ダイバイン脂とダイバイバイン脂の不活性化に関与するコファクターにはプロテイン S、ダイブイン脂、高密度、 リッポタンパク質、アニオン性臨脂質とスフィンゴ糖脂質がある。ダイバイン子は、プロトロンビンとダイソイン子に結合し、トロンビンの酸性速度を4桁のオーダーで増加させる。そのため、ダイバイン子の不活性化によって、トロンビンの酸性は事実上停止する。一方、ダイバイバイン子はダイソイン子の酸性のコファクターである。ダイバイバイン子はダイエックスイン子の活性化を、 約20万倍増加させる。第8因子は高血流病因子としても知られており、第8因子の欠乏は血流病への原因となる。APC はダイバ因子を3箇所で切断することとで不活性化を行う。ARG306 と ARG506 の切断はダイソ因子への結合を低下させる。ARG306 での切断反応の進行は遅いものの、 大ブ因子の機能調節には必要である。プロテイン S は ARG306 での切断を触媒することでこの過程を促進し、その結果大ブ因子の A にドメインが乖りする。プロテイン S は大ソ因子にも結合し、大ソ因子による大イ因子不活性化過程の妨害を除去する。大イバ因子の不活性化についてはよく理解されていない。大イバ因子の半減期は大クサ因子による 安定化がない場合、約2分である。APC による大売媒因子の不活性化の意義には一部から疑問が投げかけられており、大部因子やプロテイン S がどの程度このタンパク質分解のコファクターとして機能しているかは未知である。APC が大売媒因子の ARG336 と ARG562 の2箇所を切断することが知られており、大売媒因子を不活性化して、 大米を因子へ変換するためには、いずれかの切断で十分である。APC がエップクアに結合している際には、多数の重要な細胞保護機能を発揮するが、その大部分はエップクアとパールマイナス1を必要とすることが知られている。そのような APC の機能としては、遺伝子発現の調節、抗炎症効果、抗アポトーシス効果、血管内ヒバリア機能の保護がある。 細胞を APC で処理することにより炎症やアポトーシスの使用経路が遺伝子発現調節を介して効果的に制御されることが示されている。プロテイン C によって約20個の遺伝子がアップレギュレーションされ20個の遺伝子がダウンレギュレーションされることが知られている。前者は主に抗炎症、抗アポトーシス経路に関与するもので。 後者は炎症やアポトーシスを促進する傾向がある。APC が遺伝子発現プロファイルを変化させる機構はあまり解明されていないが、少なくとも部分的には転写因子活性の阻害を伴うものであると考えられている。APC によってアップレギュレーションされる重要なタンパク質には PCL- にエノス IAP があり、APC によって大きく ダウンレギュレーションされる遺伝子には P53 とバックスがある。APC は血管内皮細胞と白血球に抗炎症効果を示す。APC は血管内皮細胞からの炎症メディエーターの放出を阻害し、血管の細胞接着分子をダウンレギュレーションする。これによって白血球の接着と組織への浸順が減少し、仮想組織の損傷も低減される。 APC は内皮細胞のバリア機能を補助し、相加性を低下させる。APC はサイトカインウォートを低下させることによって、白血球でも炎症メディエーターの放出を阻害するが、排血症時に見られるように、全身の免疫反応を低下させることによって行われている可能性もある。ラットと人の研究の双方において、APC がエンドトキシンによる、 肺損傷や炎症を低下させることが示されている。APC の高アポトーシス効果は広く認識されているが、どのようにアポトーシスが阻害されているかの正確な機構は不明である。APC は神経保護効果を示すことも知られている。高アポトーシス効果は、カスパーゼ3とカスパーゼ8の活性化の低下、b a x b c l 二比の改善、p 十三の ダウンレギュレーションによって行われていると考えられている。APC は血管内皮細胞のバリア機能の十分な保護を行う。内皮細胞バリアの乱れとそれに伴う内皮細胞の透過性の増加は主張、低血圧、炎症、そして排血症のすべての問題と関係している。APC はパールマイナス1依存的なスフィンゴシンキナーゼ1の活性化を誘導し、 スフィンゴシンマイナス一輪酸をアップレギュレーションすることで内皮細胞のバリア機能を保護する。いくつかの研究は APC のタンパク質分解活性が細胞保護機能に寄与することを指摘しているが一方でタンパク質分解活性のないヘニー体がインビトロでもインビボでも細胞保護効果を示すことも報告されている。遺伝的なプロテイン C 欠乏症のうち 単純なヘテロ接合型変異による軽症型では、成人での静脈血栓側栓症のリスクが大きく増加する。ホモ接合型、または複合ヘテロ接合型変異による血乏症では、子宮内での電撃性死半病、重度の発種性血管内凝固症候群と、静脈血栓側栓症の同時発症が見られることがあり、非常に重篤で通常は致死となる。 マウスでのプロテイン C 遺伝子の結出は出生前後に致死となる。プロテイン C を持たないマウス胎児の初期発生は正常であるが重度の出血、血液凝固障害、フィブリンの蓄積と肝臓のエシが起こる。プロテイン欠乏症は症状が見られない人の中でも200人から500人に一人の頻度で見られる。対照的に 欠乏症の大きな症状が見られる頻度は2万人に1人である。人種や民族による差は見られない。APC 抵抗性とは APC がその機能を発揮できない状態である。この疾患の症状はプロテイン C 欠乏症と類似している。APC 抵抗性が生じる変異として高カソイドで最も一般的なものは大部因子の APC 切断部位の変異である。 この変異ではダイブ因子の R506 がグルタミン酸に置換されており、ダイブ因子デ電変異、または R506 級変異と呼ばれる。この変異によってダイブ因子の切断部位が失われた、結果 APC によるダイバ因子とダイバイバ因子の双方の効率的な不活性化が事実上停止する。そのため、血液が過剰に凝固しやすい状態となり、常に 血栓症のリスクが増大した状態となる。ダイブイブンシュライデン変異をヘペロ接合型で有する場合、腸脈血栓側栓症のリスクは通常人と比較して57倍、ホモ接合型の場合は80倍高くなる。この変異は、高カソイドにおける腸脈血栓側栓症の最も一般的な遺伝的要因でもある。ダイブイブンシュライデン変異ほどではないが、 他の遺伝的変異も APC 抵抗性を生じさせる。そのような変異には、大部因子の他の部位の変異や、大部因子を標的とする、自己抗体の酸性、APC のコファクターの機能不全をもたらすものなどが含まれる。また、いくつかの後天的要因によって、APC の工業固作用が低下することもある。 血栓形成傾向を有する患者の20%から60%には何らかの APC 抵抗性が生じていることが研究から示唆されている。ワルファリンエシはワルファリンの投与によって生じる後天的なプロテイン C 欠乏症である。ワルファリンはビタミン K のアンタゴニストでそれ自身工業固作用を有するもののワルファリンの投与によって電撃性市販病と類似した。 皮膚障害が生じることがある。この反応に類似したものとして、癌に関連した深部静脈血栓症の治療に、ワルファリンが利用された際に、静脈性脂生素が生じることもある。このような場合、ワルファリンの投与は、凝固第2因子、第9因子、第 X 因子の抑制が生じる前に、プロテイン C 欠乏症が生じないことを確認しながら、低用量で再開される。 APC はマラリア原虫中プラスモディウムファルサポラムが感染時に放出するヒストンを切断する。切断によってヒストンの炎症促進効果は消失する。2001年11月 FDA は致命リスクの高い重症肺血症の成人患者に対する治療薬としてドロトレコギンアルファを承認した。ドロトレコギンアルファは組み換え型ヒト活性化プロテイン C 製剤であり、 イーライリリーカンパニーからザイグリスの商標名で販売された。ドロトレコギンアルファは出血の増大と死亡率の低下が見られないこととが判明し、大きな論争の的となった。2011年10月にザイグリスは成人を対象とした知見で高死亡率を示したため、市場から撤退した。肺損傷の患者において肺の特定部位での APC レベルの低下と予後の 悪さとの間に相関があることが示されており、APC は肺損傷の治療法としての研究が行われている。また APC は動脈閉塞によって脳のある領域の酸素が奪われ組織の細胞死が引き起こされる、拒血性脳卒中の患者の予後の改善のための利用が考えられている。現在唯一承認された治療法である。 組織プラスミノーゲン活性化因子と APC との併用は低酸素による細胞死を防ぐとともに TPA の非常に有害な副作用から脳を保護する有望な治療法となる可能性が研究から示唆されている。一型糖尿病の治療時の水糖移植の予後の改善のための APC の臨床利用も提唱されている。ありがとうございます。